ご紹介ありがとうございます。私はレイタラのランドンです。レイタラは北海道大学発の水宇宙推進系のスタートアップ企業です。まずはレイタラの技術についてこちらの動画をご覧ください。2012年。 アフガニスタンにいるときこの写真を撮りました私はアメリカ陸軍情報士官として20人の兵士を率いていましたこの写真のように周りに何もないにもかかわらず私たちは人工衛星のインフラのおかげでインターネットなど何でも使いました私はこの経験で国や地域によって宇宙インフラへのアクセスにギャップがあることを感じましたより平等な宇宙インフラを目指し日本アメリカから日本に渡り 北海道大学の安全かつ高速な宇宙推進に出会いましたそれで一つの未来を実現したいと思うようになりましたそれは幼い時に見ていたスター・トラックなど SF 世界のように大量の人と物を宇宙に宇宙を自由に行き交うみたいですただここで一つ大きな問題があります宇宙にライドをシェアした後のラストマイル輸送はまだありません皆さんにお聞きします今日歩いてきた人は何人いますか私歩いてきましたけれども それはほととんどだと思いますがあるけど地上の場合は駅やバス停などの輸送ハブからこの会場などの目的地に移動するときはラストマイル輸送と呼ばれます問題は宇宙でラストマイル輸送するには危険な液体燃料を使わしくないことですこれではライドシェアエースには使えませんでは電気推進などを使えばいいかもしれませんただ残念ながら電気推進はあまりにも遅くラストマイル輸送には数年かかることもありますそこで私たちは 毒性もない、爆発性もない、プラスチックを燃料として使うことで、水深系の危険性をほとんどゼロにします。そしてその,そのプラスチックを海からリサイクルできます。この話はうますぎると思いませんか、ね、実はそうでもありません。私たちは北海道大学で25年前以上からプラスチックを燃料とする水深系の研究を行っています。ご覧ください いいでしょかっこいいでしょ燃料にプラスチックを利用する推進系はハイブリッド推進と呼ばれますえ。既存の推進系は安全性と効率、そしてスピードのトレードオフがあります。しかし、ハイブリッド推進はこの,トレードこの常識を覆し、安全性とスピードを兼ね備えた唯一の推進系です。ハイ実はハイブリッド推進ああの研究開発を行っている競合がいますが、え私たちはこの競合に比べ、 燃焼特性、技術レベル、再転嫁性、いくつかの面で優れています。そして自業化されている競合がほとんどなく、私たちは市場を牽引できると確信しています。来年から北海道大学からハイブット推進技術をライセンスし、宇宙のラストマイル輸送に欠かせない宇宙機、ケックモーターを製造します。小型人工衛星開発者向けに販売し、軌道までライドシェアを行います。今後数年間で ダルマと名付けた3つのスケールの結構を開発します。まずはメインプロダクトにあるのはダルママイクロです。もちろんプラスチックを利用するために高い安全性を持ちながら高い勢力を実現できます。では、ダルママイクロがあればこういうことできます。地球委員へ軌道線にすることができます。そしてその軌道を修正しながらミッションを遂行できます。 時期によっては月周回軌道にも入ることも可能ですただ大切なのは宇宙のゴミにならないように寿命を迎えた衛星を大気圏に突入させることもできます、はい、では私たちのカスタマーになる小型人工衛星の数はどれぐらいでしょうか2027年に年間打ち上げ数は1000機以上になると予測していますそしてこの小型人工衛星の推進系の市場は1300億円になると予測しています 短期的に2027年にこの市場の10%を目指します。しかし、迅速に行動し、資金を調達することで、この市場の拡大とともに2032年に30%のマーケットシェアを目指します。私たちは異なる人生を経験してきましたが、ネックからのエンジニアチームです。2019年にアメリカ航空宇宙学会の最優秀論文賞、ハイブリッド最優秀論文賞を受賞しました。そして昨日実はこの 会場で MIT イノベー n ー e r 35ジャパンの一人にトロ,トロフィーを手にしました Join us and shoot for the stars 以上でごご清聴ありがとうございました。